この動画はジャストコーズ4の提供でお送りします。ウイングスーツを着用し、カスタム可能なグラップリングフックを手にして挑んでね。筋肉だけのアクションヒーローもいるけれど、この登場人物たちは頭脳も優れている。ウォッチモジョジャパンへようこそ。今回は私たちが選んだアクション映画における賢明な決断トップ10です。動画をご覧の前に、ウォッチモジョジャパンをチャンネル登録して最新の更新情報を受け取ってくださいね。このランキングでは、過酷な状況の中で登場人物が下した賢明な決断を見ていきます。第10位、敵に小型爆弾をつける、007カジノロワイヤル。ジェームズ・ボンドはいつだって聡明だ。タンカーを飛行機に激突させようとしていたテロリストカルロスはボンドを打ち負かしたと思っていた。だがボンドは苦戦する中、タンカーについていた小型爆弾を発見。カルロスは満足げな表情で爆破スイッチを押そうとするが、実は爆弾は自分についていた。この状況で素早い決断を下し、ルシフルの計画を台無しにしたボンド、さすが。第9位、逃げ道に武器を置く、ジョン・ウィック・チャプター2。犯罪組織幹部のサンティーノがジョン・ウィックを殺すために実子であるジアナを送り込む。けれど鉛筆で人殺しができるジョンなら用意周到でも驚きはしない。裏切られた上に複数人との銃撃戦になったが、逃走中のジョンは念のために地下墓地に隠していた武器を手に無謀な戦いに挑む。常に命を狙われている身なら、敵の10歩先を行ってないとね。第8位、ペン型爆弾のカウントダウン、007ゴールデンアイ。ペン、This is a class 4 grenade. 今回2回目の登場のジェームズ・ボンド、引き出しが多いことの証明ね。Q が007に渡したペン型小型爆弾は、BMW Z3 と比べるとただの小道具に思えるが、実はスティンガーミサイルを備えている。正念場にはもってこいの武器ね。そのペンをそわそわしているプログラマーボリスが拾い、カチカチしだす。ボンドは爆発までの回数を数え、動くタイミングを見極めた。すごいペンね。第7位、箱が開くとき目をつむる、レイダース失われたアーク。考古学者にとって目の前の契約の箱は素晴らしい光景でしょう。しかしそれが青白い光を放ち出すと、インディ・ジョーンズは目をつむり、マリオンにもそうするように命じた。ナチスを破壊した精霊は敵を捕まえたが、インディたちは助かった。カットされたセリフの中で老人が初期を解読し、箱についての危険を解いていたため、インディはこのことを知っていたのだ。 This is a warning not to disturb the Ark of the Covenant. 理論的にはインディがサムエル記第6章19段にベドシェメシュで中を見た70人が神によって成敗されたと書いてあったのを知っていたのかもしれないが、とにかくいい判断だった。第6位、背中に銃をテープで貼る、ダイハード。クリスマスイブの夜、ニューヨーク市警察のジョン・マクレーンの妻が強盗グループのリーダーハンス・グルーバーの人質となる。マクレーンは自ら降伏するが、背中には銃を隠し持っていた。階段から転げ落ちた後や、ガラスが散乱した床を裸足で全力ダッシュした時、屋根から消火ホースでバンジージャンプをした時など、マクレーンは常に機転を利かせていた。計画の範囲外だったかもしれないけど、妻を救い、グルーバーを試すためだもんね。Happy trails, Hans.
第5位、カモフラージュに泥を使う、プレデター。 He couldn't see me. いくらアーノルドでも筋肉だけじゃ問題解決はできない。エイリアンを倒しにジャングルへ向かったアラン・ダッチ・シェイファー少佐は泥沼へ落ちたことが月となる。分厚い泥で温度が感知されなかったため、数メートル先にいるプレデターには見えていなかったの。ついに有利となったダッチは泥で全身を覆い、プレデターをおびき寄せて敵を打倒した。第4位、バスのカメラに仕掛けをする、スピード。爆発物が仕掛けられたバスから乗客を降ろす方法は、スピードの出ているバスの底から爆弾を取り除く。そんな無茶な。スワット隊員のジャック・トラベンは犯人が隠しカメラからバスを見ていることに気づく。そこで上司のマクマホン分隊長は名案を思いついた。彼はテレビ局に偽映像を作らせ、犯人を騙しつつ乗客たちを他のバスに移送した。このおかげでジャックとアニーも危険な脱出に素早く成功。これは何年もの間各方面に影響を与える本当に賢明な計画だったと言えるでしょう。 And if its speed dropped, it would explode. I think it was called the bus that couldn't slow down. 第3位、エイリアンの女王との戦いにカーゴローダーを使う、エイリアン2。エイリアンと肩を並べる方法を教えましょう。エイリアンの女王が孤児のニュートに手を出そうとし、リプリーが即興で抵抗する。荷物を積むための電動外骨格に入り、驚きの状態で再び戦うこととなる。 Get away from her, you bitch! なんとその外骨格はエイリアンの女王の力に対抗でき、宇宙船のエアロックに投げ飛ばすことに成功。そして生身になったもののエイリアンの女王が宇宙へ放棄される姿を見届けた。第2位、シタデルへ戻る、マッドマックス怒りのデスロード。振り返るだけのシンプルな動きでも人生の中では最良な決断となることもある。知らない場所に足を踏み入れることは勇気がいる。しかしフィリオサ大隊長は緑と生活できる土地を求め、ワイブスと後輩師たちへ無謀にも行こうとしたところマックスに出会う。彼の計画は無謀だったが、果てしない砂漠よりかはマシだった。I suggest we go back the same way we came. Through the canyon. マックスとフィリオサは共に水と作物のある妹誕生のシタデルへ戻ることを決めた。堅実な方へ行くのがいい時もあるよね。第1位を発表の前にその他の作品を紹介します。What are you doing? I'm distracting you, you big turd blossom. Hey! Ian, freeze! Get the can! You will have 5, maybe 10 seconds. Very important seconds.Leave the phone on the floor. Concentrate. Shout out everything you see about them. Hair color. Eye color, tall, short, scars. Anything you see, you understand? 第1位、犬の名前をわざと間違える、ターミネーター2。 So what's the deal? My mission is to protect you. 人々を守るため、未来でターミネーターを再プログラムしたのは素晴らしいけど、D800 は敵が液体窒素に弱いことを教えていた。If you hurry home, we can sit down and have dinner together. I'm making beef stew. Something's wrong. She's never this nice. T-1000 はジョン・コナーの義母に化けており、ジョンは自宅へ電話をかけた際に何かを感じ取った。そこで、味方ロボットのとっさの判断が命を救う。T-1000 だと疑いを持った T-800 は、ジョンの声をコピーし、わざと犬の名前を間違えながら様子を伺った。Hey, Janelle. What's wrong with Wolfie?I can hear him barking. Is he okay? Wolfie's fine, honey. Wolfie's just fine. T-1000 は名前を繰り返したところで万事休すとなった。
T-1000 が T-800 よりも優れた最新型なんて嘘ね。アーノルドは手厳しい。Your foster parents are dead. この動画は Just Cause 4の提供でお送りしました。ウィングスーツを着用し、カスタム可能なグラップリングフックを手にして挑んでね。いかがでしたか？ウォッチモジョジャパンの他の動画もチェックしてくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。